はい、どうも皆さん、こんにちは。はい、今回もやってきました。はい、ブラックアウトマッチチャレンジ。最強デッキはこちらです。はい、バレバレコガツです。はい。で、あのね、このね、ゴブリンシュタインの枠をロイヤルデリバリーでもいいかなと思ってる。まあ、とりあえず今めちゃくちゃ強いから、ただ使ってるだけで、ここは別にね、ロイヤルデリバリーでもいい。あと、ここプリンセスタワー。ここダガーでもいいと思います。はい。ダガーはね、結構事故を防ぎやすいから、ダガーでいいと思う。けど、まあ今回ちょっとプリンセスで。はい。あの、細かいルールとか試合中に全て解説します。まあとりあえず3戦ぐらいやっていきましょう。はい。このモードでね、一番大切なこと、音をよく聞く。何のユニットが来たかちゃんと聞いとかなね。やられます。それとただ暗くなってるだけやから、それ以外変わってないからね。だからそこをちゃんとやりましょうと。で、あのこれね、残念なお知らせしていい？これさ、ゴブリンバレルさ、めちゃくちゃ強いんやんか。あの、見えへんけど見て、これさ、残念ながらね、これ暗い時にね、着地した場所バレるっていう。これほんまちょっとこれマジやばい。普通にこれやばいわ。これね、暗くなった時にバレる投げるけど、なんか着弾した時にね、これカラー好きみたいな更新してる人な、これ気をつけてほしい。着弾位置がバレるっていう、とても欠陥があります。はい。まあスケルトンバレルはね、まあ普通にわかんねやけど、これ行くで、バレル投げんで、これバレル、今泣きました。はい、あ、ちょっと待って、これ難しい、ちょっとごめん、ちょっと見せれへん、ちょっとだけ待ってね、回ってこへんかな。 OK、 とりあえずね、こいつら強いんすわ。はい。まあこれ暗くなる以外ね、変わらんから、普通の対戦と。だからただ単に PS が出ます。はい。どうしよう、これコビュースター、これでいいか。セパレ展開で、どうせメガナイト来るから。うわ、だるそれ。相手何、メガナイトヒーラーやねんけど、だるすぎやろそれは。でしかも先行してると、うわ、ヒーラーかいいそれ。ちゃんとね、これ音聞かなあかん。ちょっと今さ、喋りながらやからちょっと難しいけど、ちゃんとね、みんな音を聞きましょう。はい、これ感電強すぎ。やばい、もうなんかバレルちょっと見せたいのに、もうこの着弾するときに毎回光が。ふざけんなお前。まあめちゃくちゃ強いです、このデッキ。普通にちょっと次の試合ちょっと見せたい。ごめん、ちょっとタイミングが難しすぎるわこれ。じゃあこれ右に投げます。ペッカか。はい、なんと着弾位置が分かると。見た今の光、絶対いらん。今の光何マジで、やめてくれってこれ。せっかくさ、これさ、バレルの位置バレへんのに、なんで何これ。シュタインか、やっぱりシュタイン使ってな、みんな強いから。これは使います。いや、強えなこれほんまに。いや、これバレル先行してはいけないです。あぶねー、あいにく俺はスケルトを持ってないぜ。 OK、 これはもう買ったな。うん、相手ペッカやしね。あ、ワンチャンウィザード、ペッカウィザードでなんか事故って負けるぐらいかな、この負け筋あるとしたら。
おい、なんでこれバレるんだよ。これマジでお前いらんやろこれ。スケルトンバレルのさ、着弾の時は光らへんねん。なぜかバレルの時だけ光る。わけがわからん。OK。まあ、これは相手が諦めて、まあ、GG と。よし。3戦目。とりあえず初手よろしくバレル。レッツゴーか。お、相手何？おい、だからさ、それやめてくれって。バレんのこれマジ欠陥やろ今の。いや相手分かったんかな。オッケー、とりあえず、あ、これちょっとバレる位置に出しちゃった。この角ちょっとね、一応ちょっとだけ光ってるから、また目がないとか。とりあえずこれ守れるっしょ。スキル前使ってこれになったらこれ出します。タッチやる。はいはいはい、 OK。 これ左出そう。うわ、それマジか。これ今左に投げました。え、相手何も使わへん。まさ落ちた相手。いや、落ちてない。わからんかったんか今。まあ、キング起動してるからこのフォグはまあまあまあ守れる。けどロケ砲がだるいな相変わらず。こいつはほんまにだるい。スケバレ出してなんか1枚咲かせましょう。メガナイトかな？あれ？ちょっとミスってる。ラッキー。このミスはラッキー。で、端前プリン、メガナイト端前プリン系がオッケーオッケーオッケー。いい警戒。で、まあ、こうして、こうかな。で、消灯したところにゴブリンバレルを添えてあげると。オッケーオッケーオッケー。いや、これめっちゃ入ってたんじゃん。いや、つえゴブリンバレル。じゃあ、スケルトンバレルだけは1バレバレやな、ほんまにこれ。これどっち来る？オッケーオッケーオッケー。わからへんよな、着弾するまでどっちか。まあ、さすがに削れてる方を狙うけどな。オッケー。ナイス。で、あとは防衛と。全力で防衛、まあ、スキルも使ってあげましょう。やっつー、これ。え、これフリーズしてる時もビリビリ続くん強っ。最強や。はい。なんか相手ステゲー一戦あったから、これラストにします。そして、ゴブ下の枠をデリバリーにしました。まあ、これでどんな感じでいけるかなっていう。まあ、ちょっと実験も兼ねてる。それは入る。パンケーキも。オッケー。え、じゃ入んのマジ？今完璧に出したと思ってんやけど。マジか。やらかしました。まあ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 。スターキーの一発と同じぐらい削ってるんで。まあまあ。ダメヤドはそんなにない。いや、これさ、シュタインよりデリバリーの方がいいかも、俺的には。シュタイン強いんやけどな。デリバリーの方が防衛安定するかも。うわ、これで1割がマジでゴミすぎる。オッケーオッケー。いい防衛、いい防衛。いや、吹き矢もいい。
削り。いや、吹き矢強いよな、こいつ。こいつ結構さ、強いんやけどな。なんか今全然使われてないよね。環境で。まあ、これはどうしよう。まあ、こうでいい。デデデンが来た。まあ、これは防衛します、ちゃんと。うわぁ。こんな感じかな。あとはデリバリーを落とすんだ。まあこんな感じで。Sスキル弱。Sスキルってこれ縦剥がれへんの？縦線の弱。めっちゃ弱なってるやん。で、めちゃくちゃ入っていくと。まあこんな感じかな。オッケーオッケー、完璧完璧。見えへんけど完璧な防衛。見えないけど完璧な防衛をかましていく。オッケー。見てから撃つと。はいはいはい、もう完璧すぎる防衛ができるんだ。はい、まあこんな感じで。やっぱデリバリーの方が安定するな、これ防衛めちゃくちゃ高いから。ということで、これが最強デッキでした。ご視聴あざした。チャンネル登録、高評価よろしく。